朝練をしてくれているのか。それにしてもみんなの気合の入りようが違うな。さすがはホルストさんだ。私がどうかしたか、名手殿。これはホルストさん。いや、あんたの朝練を見ていたのさ。普段よりみんな気合が入ってるなぁと。多分あんたに見られてるからだろうな。聞き捨てならんな。つまり普段は今より気合が入っていないのか。朝練はいかに実戦に近づけるかで成果が決まる。緊張感に欠けるようでは無駄だ。すぐにでも日頃の朝練のやり方を改善せねばなるまい。お手柔らかに頼むよ。別に普段だってみんな手を抜いてるわけじゃない。だがあんたを目の前にするといつもよりさらに奮い立っちまうんだろう。生きるレスターの英傑、紋章を持たずして万夫不倒の勇を見せる最強の武人。そんな人と一緒に鍛え、共に戦場に出る。兵士にとっちゃ嬉しいことこの上ないさ。ははは、やけに持ち上げるな。私も人の身、実血のような英雄と比べては引けを取ってしまうだろう。もちろんただで負けるつもりはないがね。たとえ一人で挑もうと、腕の一本や二本実血といい勝負ができる時点で人知を超えた強さな気がするよ。かくいう俺も兵士たちと同じ思いなんだ。あんたと共にいるだけで奮い立てる。君や皆の励みに慣れているのなら、私がここにいる甲斐があるというものだ。だが皆は私以上に君のことを信頼し、心を奮い立たせていると思う。そうでなければこの同盟がこれほどまでにまとまることはない。いつもはまとまらないのが当然ってのも困ったもんなんだがな。ホルストさん、俺たちに力を貸してくれて改めて感謝するよ。私としてはゴネリル家の嫡子として当然の使命を果たしているまでだ。全てはレスター諸侯同盟のため。力を惜しむ理由はない。それに何より君のそばにはヒルダがいる。簡単にここを離れるわけにもいかないさ。ということは、俺はむしろヒルダに感謝しなきゃいけないのかもしれないな。そうだ、感謝してしっかりヒルダを守ってくれ。私にはフォドラの喉元を死守するという別の使命もある。万一パルミラが不穏な動きを見せれば、私はすぐにでも戻らねばならない。ああ、だがそうなったら俺たちも一緒にパルミラ軍と戦うさ。次に攻めてくればおそらくフォドラの命運をかけた戦いになりそうだからな。陛下、忙しいところ申し訳ないが、少し時間をもらえるか。重要な話だ。あんたに重要な話があると言われたら聞かないわけにいかないだろう。それで何の話だ？思い当たることがありすぎて逆に見当がつかないんだが。我々はレスターの古き盟約を脱ぎ捨てて連邦国として再出発を果たした。さらには帝国との共闘を訳し、王国を打倒して中央教会を排除せんとしている。その通りだが、それについてはホルストさんも納得してくれてるんだろ？無論な。いや、むしろ陛下にとって一番の理解者足らんと決意しているほどだ。ありがたいね。あんたが支持してくれる限り俺の王位は安泰だろうさ。君ならばきっと戦争の目的を達することができるだろう。だが問題はその先だ。君はこのフォドラから中央教会の権威を排除し、秩序を作り直したいという。ああ、今のフォドラを縛っている秩序は全て教団が意図的に作り上げたものだ。いいところもないわけじゃないが、
結局はセイロス教の権威を守ることが目的さ。そんなものをありがたがっている限り、フォドラは先に進めない。そうだろ？だから戦後は既存の貴族制や信仰のあり方を一から見直し、異教徒や異民族とも積極的に交流するという認識で間違っていないな。ああ、理解していてくれて嬉しいよ。俺は今の閉鎖的な状況を打破したいんだ。つまり、例えばフォドラの喉元を開き、パルミラとも友好的な関係を築くつもりか？ああ、もちろんだ。向こうの態度次第ではあるが、そうしたいという希望はあるよ。ならばその一手として、長らくパルミラの宿敵と目されていた我がゴネリル家、その一人娘とパルミラ王家の婚姻を成立させるようなこともあり得ると。え？それってヒルダのことか？まあそうなる。当家の一人娘といえばヒルダしかいないからな。はは、ホルストさんが気にしているのはヒルダの将来か。心配しないでくれ。いくらレスター王でも他人の家の嫁ぎ先にまで口は出さないよ。だが次のパルミラ王が実は悪くない男で、ヒルダの方が気に入ってしまったら？は？そりゃヒルダが嫁ぎたいってんなら俺は止めないが、何の話だ？ああ、すまない、少し妄想が過ぎたようだ。私とてヒルダが望むなら止められん。いや、まだ妄想が続いてるようだが。私はただレスターの未来と同じくらい、いやそれ以上にヒルダの将来が心配なのだ。承知してるって。ホルストさん、これだけは伝えておくよ。俺はレスターの未来もヒルダの将来も明るいものになると信じている。だからホルストさんも俺を信じてほしい。その言葉、このホルストの胸にしかと刻みつけたぞ。陛下、これからもヒルダのことを頼む。あ、わかった。しかしなんだかその言葉が妙に重いな。